リスナーさんがですね、一個いいアイデアくれたんですよ。噂が全て事実だったらっていうので組んでくれみたいなのがあったんですよ。じゃあ全部出したろうと思ったんですよ。これあるなと思いました。いきます。千葉近江三遠説、細川くん三遠説、京都ですね、根五郎くん三遠説、コリンズワース三遠説、そこに加えて金丸くん三遠説、そしてヘッドコーチが大野のあっちゃんと、それからダンカンですね、失礼しました。この説出ております。ありそうです。大野ヘッドコーチがやりたい戦術の一つっておそらくここなんだろうなと。これをやるのであればビッグガードっていうのが必要だなと思ったんですね。あとは三遠に残っている側で書くとヒーサー、それからあっちゃん、ダメだ。なのでこれ何が可能性あるのかっていう話に戻します。ちょっとこれね、分かる方多いと思うんですけれども、いきたいと思います。ファイブアウトモーションオフェンスですね。大野ヘッドコーチが一番やりたいオフェンスなんじゃないのかなって思います。でこれなんで揉めてでもどうこうって言われてでもって話なんですよ。なので富樫くんの前回のニュースの話から、揉めてるのを知ってましたよと。で実際にこうなっちゃった、まあ、敵になってもっていう話をすると、もう本当に宿狩りをするっていうのは確定で、なんで3円なのかっていうところなんですけど、単純に大野さん筆頭に元千葉ジェッツ軍団っていうのがごそっとこう移籍ができる、宿狩りできるのが3円だったっていうふうに仮定をしていって、その上でじゃあ何をしたいんだっていうふうにやっていくと、大野ヘッドコーチがやりたいのはファイブアウトです。ファイブアウトっていうのは、5人全員がアウトサイドのプレイヤーとして攻めるバスケの戦術のことです。 B リーグ今年開幕日ですかね、 NBA のジャパンゲームっていうので、ゴールデンステートウォリアーズって、まあ、NBA の中でも世界、まあ、本当トップクラスで、スリーポイントに関してはもうスーパー選手がいるステフィン・カリーっていう選手がいるんですけれども、まあ、この辺のチームを中心にやってるような戦術になります。まあ、ちなみに対戦するのはワシントン・ウィザーズで、まあ、移籍ないだろうというところで八村君も来るんじゃないかって言われてます。はい、このファイブアウトなんですけど、まず一つメリットの部分で言うと、ワンオンワンですね、スペーシングオフェンスっていうのができますよと。それからオールラウンドプレイヤーの育成っていうのが、まあ、非常にこう伸びるポジションですよと。それから選手全員がオフェンス参加っていうところだったりと、あとは、まあ、ディフェンスに関してってですね、まあ、ディレイをかけていく部分があるんで、まあ、そんなにこう速攻で走っていくようなスタイルじゃなく、まあ、じっくり中で守って外でのワンオンワンみたいな戦術になってきますんで、そうなってくるとさっきのメンバーたちっていうのも、まあ、相性がいいのかなと思います。はい、ファイブアウトっていうもののデメリットとしては、まあ、ゴール見ないで、まあ、シュートに行く姿勢なのでリバウンドあんま取れないんですよね。それから絶対的のエース、この人がエースですよっていうようなチームには向かないんですよ。で今までのこう千葉ジェッツ、特に後半のを見ると、大野ヘッドコーチってやっぱり絶対的エースっていうのを置かないチームを作りたかった。だけれども千葉側の何かにより富樫君をエースにするんだっていう話が、ここが発端で揉めたことにより、この溝が埋まらず、結果三遠に移る、まあ、ここなのかなと思います。そうすると全てがつながるんですよね。ってなると大野ヘッドコーチがやりたいのはファイブアウトオフェンス、まあ、そういったところをやっていくのにあたって、絶対的エースっていうのはもう古いと、そういうスタイルじゃないんだっていうところが一番持っていたと。はい、まあファイブアウトのデメリットで言うと、まあワンワン能力ですね、まあ、シュートスキルだったりっていうのを劣ってるとやりにくいので、本当はでも富樫君にやらせたかったのはここなのかなと思うんですよね。なので今三遠に移籍するっていう選手たちの情報を全て移籍するっていうふうに仮定をすると、見えてくるのはファイブアウトオフェンスっていうので、まあ確かにこう戦術としては合いそうだなと思います。はい、なのでこれ多分、7月1日に情報リリースっていうのが、後ろになりましたよと。まあおそらく何かしらの準備っていうのが遅れてる状況だと思うんですけれども、ここから起こりうる話っていうのは、明確に否定なんですね。なので例えばダンカンが、3円じゃなくなったんだよ、金丸くんが3円じゃなくなったんだよって情報っていうのがおそらく出てくるんですけど、これ全部フェイクだと思ってます。なので、ソウルが出てきた時にはその選手たちは裏側で全て正解というふうに思うのが今回のネズミのやり口かなと思いますんで、皆さんもその辺見てもらえるといかがでしょうかというふうに思います。はい。